何も思い出せないんだ。どうしてここにいるのか、どのくらいここにいるのか、いつからここにいるのかも。誰のことも思い出せない。友達も家族も。ここってどこなんでしょう。何人いるんだ。数えてみる？っていうかどこなのここ。わかるやついねえのかよ。そろそろ行こうか、日が暮れると危ない。いい匂いしてきたな。ちょっと塩足りない？今日が過ぎればまた明日がやってくる。それを当たり前のことだと思ってきた。俺たちが強くね。どんな生き物だって死にたくないだろ。ゴブリンってこのグリムガルで一番弱いモンスターじゃねえのかよ。生きていくってそれなりに大変よ。あたしとマンツーマン光栄だろ。生きるって簡単じゃない。記憶もお金も特別な力も何もない僕たちが手に入れた現実。ハイト幻想のグリムガル2016年1月放送開始。